どうも、谷口正和です。今回の動画は、ようやく自分の試合の告知になります。10月13日の日曜日、まあ、3連休の中日ですね。で、横浜武道館でトレジャーボクシングの興行に出させていただくことになりました。まあ、対戦相手がね、ちょっとまあ、いろいろ2点3点しちゃって、まだ未定の状態なんです。今日撮影してるのが9月3日なんで、まあ約40日前で相手が未定ということで、まあ少しその相手が想像できない分不安はあるんですけど、今の自分の仕上がりとしてはすごいより良いものになってますね。自分の試合が自分自身楽しみなので、減量も多少、まあ、減量もそうですね、順調ですね。まあ今回もライトフライ上げて3戦目ということで、体重がね、今日の朝で40日前で、56.3 だったので、まあ、約 7.4 キロオーバー、まあ、7.4 キロだったらね、まあ、いつも通りって感じですね。まあ、しっかりと食事、1日2000キロカロリー以上取ってますし、まあ、水分も2リットルから4リットルぐらい飲んで、まあ、今の減量っていうよりもダイエットの時期ですね。このダイエットを段階を得て続けていく感じで、まあ最後水分ケチる時に、まあ4キロを切ってれば、まあいつも通りということで、ただまあね、絶対はないので、油断せずにちゃんとこう毎日自己管理しながら過ごしていきたいですね。まあ今回の試合の立ち位置なんですけど、まあライトフライに階級を上げて2戦してきて、まあそろそろ体もしっかりとライトフライの体になってきたので、そろそろこうサバイバルマッチだったりとか、まあ、強い相手とやっていきたいなとは思ってますね。まあでもライトフライね、今ケンシロウ、寺地ケンシロウチャンピオンが2団体返上して、で WBO のチャンピオンジョナサン・ゴンサレスも返上して、であと残るは IBF なんですけど、 IBF はラッシュミドルジムの矢吹さんがもう試合が決まっていて、で WBO も定型の岩田翔吉選手が決まっていて、2団体は日本人ということ で、 C と A がね、まだちょっとこう流れがどうなるかなとは分かってない状況なんですけど、まあ自分はね、負けて階級を上げてるので、本当にチャンスが来るまでコツ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 勝つしかないかなと思ってます。なのでね、次回の試合は勝つことはもちろん、まあ谷口はまだまだ健在なんだぞという内容も問われる試合になってくるかなと思いますね。まあ、対戦相手がどう誰になるかわからない状況なので勝ったなことは言えないんですけど、まあ、しっかりと勝つことを大前提として内容も見せていけるようにしたいなと思っております。まあね、谷口をもうね、最近 YouTuber になったっていう人も多いと思うんでまあ未だにこう世界2階級を成し遂げるのを狙ってるボクサーだぞっていうことを今一度皆さんに覚えておいてほしいですね。谷口はボクサーだろう。そうですね。最近のトレーニングはこうスパーとかもやってる。スパーもコンスタントにやってますね。どれぐらいの長さやるんですか。まあ、次の契約ラウンドが8ラウンドなので、まあ、最長で8ラウンドなんですけど、まあ、大体6、5、6か8を結構コンスタントにやってて、一人で8ラウンド相手の時もありますし、4ラウンド4ラウンドで2人の時もありますし、まちまちですね。で、まあ、今の段階で62、3ラウンドぐらい結構やってやってて、結構やってますね。なんかライトフライに上げてからって、ライトフライに上げてからっていうのは自分のこの感覚っていうか、合うあれでは結構やっぱ実践に重きを置いてた方がなんか比較的強くなっていってますね。なんか今僕の練習の中、練習の話になるんですけど、僕の中で練習中大事にしてることってシャドーボクシングと実践なんですよ。バックはサンドバックもなんですけど、サンドバックはやっぱ思いっきり打ち込むスタミナだったりとか、ちょっとした確認の意識で、あとはもうシャドーにまず結構長いラウンド重きを置いてますね。このシャドーボクシングもウォーミングアップのシャドーボクシングじゃなくて、しっかりと相手だったりとか、相手を想定したシャドーだったりとか、自分がどういう動きをしたいかっていうシャドーだったりとか、ちょっとこう心拍を上げるシャドーだったりとかで、
今はもうシャドウと実践をすごい大事にしてますね。うん、なんか昔はそれこそプロになりたての時、チャンピオンになるまでは結構シャドウってなんかウォーミングアップ、その後マスとかサンドバッグを打つ前のものっていう認識だったんですけど、うん、もうここ数年特にシャドウボクシングはめちゃくちゃ大事な練習だなと思って重きを置いてます。うん、シャドウで自分がしたい動きを意識して、それをマスだったりとかスパーで実践していくっていう風な練習内容になってますね。うん、まあ、今からあと1ヶ月ちょいでまたこう5、60ラウンドぐらいスパーをする予定なので、まあ、トータルで110から120ぐらい、まあ、100は超えるかなって思います。まあね、スパーなんでね、怪我にだけは気をつけてやっていきたいですね。僕今年31の代なんで、まあ、12か、中学校1年生からボクシングやってるんで、だいぶ脳ももしかしたらどつかりすぎて萎縮してるのかもしれないのでちょっと気をつけていきたいですね。なので、まあ、ディフェンス面だったりとか、その練習後の体のケアをしっかりと意識して、まあ、今からが自分の中ではなんですけど、こっからこう全盛期になると思ってるので、感覚的にも。なので皆さんよかったら10月13日横浜武道館でぜひ応援してください。まあ、会場に来られない人はね、今回も U-NEXT でおそらく放送があると思うので、ぜひそちらもチェックしてみてください。まあ、一緒の日にね、京口がビンスパラスと3戦目の再戦をするということで、そちらもね面白いので、皆さん本当応援してください。応援が力になります。よろしくお願いしますとはこんな感じで自分の試合の告知動画でした。まあ改めて10月13日日曜日横浜武道館、まあ、放送はおそらく U-NEXT で、対戦相手は未定で行います。応援よろしくお願いします。とまあこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございます。